カラム・チェンバースは、イングランド・ピーターズ・フィールド出身のサッカー選手。アーセナル FC 所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。7歳の頃、サウサンプトン FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2012年にトップチームへ昇格。初めは中盤でプレーしていたが、2013から14、シーズンは右サイドバックとして、定位置を確保。 またセンターバックとしてもプレーできる。2014年7月28日にアーセナル FC へ移籍。移籍金は1600万ポンドとみられている。2018年8月7日、フラム FC にローン移籍した。シーズンを通して主にセントラルミッドフィルダー、ボランチとして起用され、チームは降格したが、チーム内でのスタッツにおいて、 試合平均インターセプト数が1位、試合平均タックル数が2位、試合平均ドリブル数、試合平均空中戦勝利数、試合平均パス数が3位という記録を残した。その活躍からサポーター投票で選ばれる2018から19シーズンのフラム年間最優秀選手賞を受賞した。その得票率は48.4%であり2位の ミトロビッチの得票率14.1%の3倍以上とサポーターから圧倒的な支持を得た。2019から20シーズン、フラムでは MF として活躍したが、再びアーセナルに復帰すると、右サイドバックや CB など DF として起用された。2019年12月29日、チェルシー FC 戦に CB でスタメン出場するも前半に、 左膝の全十字人体断裂をして、シーズン内での復帰は、不可能となるほどの大怪我を負った。2020年12月4日、ヨーロッパリーグのラピードウィーン戦に途中出場し、約1年ぶりの実戦復帰となった。イングランド代表として、各年代でプレイ。U-19 代表では首相を務める。2014年9月3日に行われた、ノルウェー代表との親善試合で、 A 代表初出場を果たした。2016年 U-21 イングランド代表で挑んだトゥーロン国際大会では U-23 日本代表とも対戦して1994年以来となる優勝を果たした。ありがとうございます。